どうも、Dチャンネルです。皆さん、イカの一夜干しって美味しいですよね。一夜干しって文字通り一晩外に干しておいて、ある程度水分を抜いた状態で表面だけ乾かしたものを言うんですけども、そうすることによって旨味が凝縮されて普通に調理したものよりも美味しくなるというもので、まあ、先ほど挙げたイカの他にも魚とかでも一夜干しって聞くと思うんですけども、肉で一夜干しっていうのあまり聞かないじゃないですか。そこで今回 Dチャンネル用意いたしました。豚のロース肉でございます。このうち1枚をですね、一晩夜風に当てて乾燥させまして、それでもう1枚とですね、翌日食べ比べてみてですね、一夜干しにすることによってより美味しくなってるのかどうか確かめてみたいと思います。てなわけで、どれを干そうかな。お前だ、お前を干そう。まあもちろんお肉ですから、触った限り思いっきりヌルヌルするわけですけども、一体どうやって干すかっていうと、はい、準備完了です。いや、他にねちょうどいい干せそうなものってのはなかったんで、まあこんな感じで洗濯の小物と一緒にですね、一緒に干してしまおうかなと。ちゃんとこの洗濯バサミの部分、ちゃんと消毒スプレーとかで殺菌はしてあると思うんですけども、翌日焼くんで、まあ衛生的にも大丈夫だと思うんですよね。それでは一晩置いて、どのように変化があるかどうか、見てみたいと思います。さあ、あれから一晩ですね、夜風にさらしたわけなんですけども、まずは冷蔵庫で普通に置いておいたものがこちらになります。こんな感じですね、以前と変わらぬ見た目をしております。一方、一夜干ししておいた豚肉はどうなったかというと、こうなりました。なんかブーメランみたいな、ポケモンでいうラブカスみたいな状態になってる。ほら、こういう、ここに目玉つければラブカスっていうポケモンいましたよね。この分かりますかね、ここに洗濯バサミの跡がありまして、肉の重力で垂れ下がってこんな感じでハート型になっちゃったんですね。ほんで触ってみてもですね、その通常冷蔵庫で保管しておいた時よりもだいぶ硬く感じるんですよね。というわけで、ここからは同様の調理をしていきます。ポークソテーにします。まあ、作り方は非常にシンプルに、表面に塩コショウを振って、そして熱したフライパンで焼いていきます。上がそのままの方、下が一夜漬けの、一夜漬けじゃない、一夜干しの方ですね。そんで中火でしばし熱して、裏面を見てみて焼き色がついてるようでしたら裏返して、そしたら弱火に落として酒を振って、そして蓋をして中まで火を通していきます。そして完成です。というわけで、皿に並べたものがこちらになります。手前に見えるのが、一夜干しの方、奥の方、こちらの方が、通常の方ですね。そんで切ってて思ったんですが、切ってても分かりますかね、このなんですか、一夜干しの方はすごいこう綺麗に切れてるじゃないですか。普通の方はですね、切るときにちょっと水分多く含んでて、ちょっとグズグズになってしまったんですね、うちの包丁だと。その分一夜干しの方は水分が抜けてるのか、ある程度硬さがあって非常に切りやすかったですね。そういった違いがまずありました。ではまずはですね、通常の、ポークソテーからいただいてみたいと思います。ちゃんと中まで火を通ってますね。それではこちらのポークソテーいただきます。後半の方弱火でゆっくりとこう火を通しているので、非常にふっくらで柔らかとして、そんで噛み締めると豚のエキスがじゅわっと染みてきてとても美味しいです。さあ、それに対して一夜干しの方はどんな違いがあるのか。なんか一夜干しの方がより断面ははっきりとしてるような感じですね。ちょっと正直硬そうな印象があるんですが、どうなんでしょうか。それではいただきます。おー、これはですね、何と言いますか、まあもう本当ぶっちゃけて言いますけど、何が変わったかって、豚の香りが増しましたね。先ほどのそのポークソテーに比べて、こっちは噛み締めると同様にその豚のエキスも広がるんですが、その豚肉本来の香りってあるじゃないですか。
臭みとは多分違うと思うんですけど、よりなんていうんですかね、こう風味が増したと言いますか、身の硬さもそんなに変わんないんで、でもこっちの方が風味は増してるんで、どっちが好きかって言われたら自分は一夜干しの方が好きです。ただまあわざわざあんな洗濯バサミとかで一夜干しにするほどの価値はあるかって言われると、まあ正直微妙ですね。でも本当ぶっちゃけた話、この一夜干しの方が確かに味は通常よりも濃いような気はします。皆さんも実際にですね、肉をこう干してみて味の違いを確かめてもらえればと思います。調味液をしっかりとつけて完全にカラッカラになるまで乾かせばジャーキーになりますんで。